道内は秋雨前線と低気圧の影響で午後から明日明け方にかけて警報級の大雨となる恐れがあります。函館市内は朝から雨が降り続いています。このように至る所に大きな水たまりができています。道南や太平洋側では午後からバケツをひっくり返したような激しい雨が降る見込みで警報級の大雨となりそうです。明日朝6時までの24時間降水量は渡島日高地方で150ミリ、胆振十勝地方で120ミリの予想となっています。雨のピークは夕方から夜にかけてで、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分警戒が必要です。